名古屋グランパス新ユニフォームと移籍加入選手のお披露目です。ネバーギブアップ、我々は諦めない、その星をつかみ取るまで、この声が届くまで、全てのグランパスファミリーに捧ぐ、再び立ち上がろう、戦うその力を、ありったけの声を、全ては名古屋のために。ディフェンダー背番号2、野上裕希。ミッドフィルダー背番号35、山田陸。ミッドフィルダー背番号21、ターレス。フォワード背番号77、キャスパーユッカー。4選手が着用するフィールドプレイヤーのユニフォームはクラブのアイデンティティを示す赤色で全身が統一され、番号は初タイトルとなった1995シーズンの天皇杯優勝時と同じ黄色を採用。31年目のシーズン、名古屋グランパスの誇りを背負い、さらなる高みを目指して戦う覚悟を表現しております。さあ、ということで4選手改めて前の方にお越しください。皆さん大きな拍手を。さあ、ニューフェイスの仲間たち4名にまずは登場してもらい、さらにまずはここでフィールドプレイヤーのファーストユニフォームを皆さんにですねお披露目という形になっております。ちょっと4選手もう1回背中の方も向いていただいてもいいですか。せっかくなんでね、こう黄色のナンバーっていうのも本当にね、なかなか僕らとしても長年見てこなかったということで、またピッチでね映えると思います。はい、改めて前の方を向きください。まあ、さらには、まあ、いろいろなね、スポンサー、パートナー企業の皆さんにユニフォーム、そしてパンツと、ロゴが入ってますが、何より注目が襟ですね。今回襟付きということで、まあ、ボタンがあるというね、すごくカジュアルな感じも見えますが、これがまたピッチでみんな戦う時の的をユニフォームとして期待していきたいと思います。さあ、それでは4選手にまずはファミリーの皆さんへ自己紹介をしていただきたいと思います。野上選手、お願いします。はい、こんにちは、はじめまして、サンフレッチェ広島から加入しました、野上裕希です。名古屋グランパスで、ファミリーの皆さんと一緒に戦えることを嬉しく思います。タイトル獲得に貢献してワクワクするシーズンになるよう頑張ります。よろしくお願いします。さあ、続いて山田選手。バンフォーレ甲府から来た山田陸です。名古屋グランパスのために精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いします。続いてターレス選手。皆さん、こんにちは、ターレスです。熊本から来ました。今年は熱い応援もよろしくお願いします。ユンカ選手。こんにちは、キャスパーユンカです。I'm very happy to see all of you, happy to be here, and I will do my best to give the team success. はじめまして、キャスパーユンカです。こういうチームに、ね、加わることができて本当に、幸せに思っております。全力を尽くして、チームの目標を達成したいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、以上の4名にちょっとね、4名にもリラックスをしていただいて、少しね、喋っていきたいと思いますので、まあ、にこやかに、時間過ごせればなと思います。まずは野上選手、ようこそ名古屋。マイク構えてもらってもいいですか。はい、ありがとうございます。さっきモトさんがちょっと人見知りだからみたいなこと言ってましたけど、はい、まだ慣れないですか。全く一番苦手です、こういう場が。
まあでも久々にこう移籍ということで、まあ、広島の地からこう名古屋に来た、まずそれの、まあ、印象とか感想は今どうですか、現状。印象ですか。はい、印象、なんかこう名古屋にやってきて、はい、なんかこう気持ち的になんかこんな気持ちを持ったなみたいな。いや非常に、不安いっぱいですそれは多分ピッチ上じゃないですよね、生活の方ですか。はい、この場が、この場が、はい、でももうちょっとだけ喋ってもいいですか。はい、ね、お願いします。はい、ということで、まあ、あの本当にね、広島で、まあ、昨年はタイトルも取って、まあ、今回名古屋にやってきた、まあ、どんな気持ちで移籍を決めてきたというところありますか。そうですね、個人的にも、非常に選手生活、選手的に、非常にいい時期になると思うので、うん、まあ、そういう時期に、もう一回チャレンジして、タイトルを取りたいと思って、はい、決断しました。こう紫からね、赤色じゃないですか今。どうですか、自分自身の赤色のユニフォームは。どうですか。ありがとうございます。めちゃめちゃ勇気あるじゃないですか。みんなに投げるってすごいですよ。でもやっぱりこう今まで、まあ、敵として見ていた名古屋、今こうなるわけですけども、仲間になったわけですけど、どのように見えてましたか、名古屋グランパスというチームは。トヨタスタジアムの雰囲気が非常に印象的で、うん、ファミリーの皆さんがいい雰囲気を作っているなって印象だったんで、まあ、アウェーでしたけど、いい雰囲気でサッカーやるのが非常に、自分としてはモチベーション高いので、その雰囲気をホームで一緒に戦えるっていうことで非常に、楽しみにしています。まあ、本当に、ね、仲間でありながらライバルのひしめく、そんなポジション争いもあると思いますけど、その中で、まあ、自分自身がこの名古屋で勝負するっていう部分での武器だったり強みっていうのを改めて教えてもらっていいですか。そうですね、まあ、J リーグの中でもトップレベルの、ディフェンダー陣が揃っているクラブだと思いますし、まあ、その中で、自分もしっかりポジション争いに勝って、試合に出たいですね。はいはい、じゃあちょっとあのファミリーの皆さんにここは期待してくれというところを一言残してバトンタッチしたいと思います。じゃあとにかく、勝利に貢献して、タイトル獲得、去年取ったんで今年またこの名古屋グランパスで取れるように、はい、頑張りたいと思います。はい、ぜひとも活躍期待しています。さあ続いて山田選手、よろしくします。よろしくお願いします。今心境的にどうですか。いやもうめっちゃ緊張してた、汗がやばいです結構テリテリしてますね、おでこのあたりが。やばいっすやっぱこういうのはこう慣れないもんですか。そうですね、僕も結構苦手な方です。まあ、そんな中、同じぐらいの時間はちょっと喋っておこうと思ってるんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず名古屋に来たのは、まあ、名古屋というかこのね、あのチームに合流するってなって、この地にやってきたのはいつですか。そうですね、4日にあのメディカル検査があったんで、うん、3日に行きました。あ、じゃあもう昨年まではまだこのエリアに今日移してなかったの。そうですね、3日に行きました。なるほど。こう名古屋といえばあります、めっちゃ汗かいてますね。ちょっとマジで緊張してやいや、こういうフレッシュな姿もなかなか新体制の時しか見れないんで、はい、僕何質問しましたっけねえ、どうですか、こうあの昨年からねこう来たと思うんですけど、名古屋の印象って何かありました。そうですね、僕は J2 でやってたんですけど、うんうん、もう日本のサッカー知ってる人って言ったらもう知らない人はいない、もう本当にビッグクラブだと思うんで、うん、だと思いますすごいですよ、今髪の毛から毛先からは滴ってますからね野上選手全く汗かいてないですからね。あ、帰ってますか。でこうね、チームに合流してこう意気込み的にはどんな気持ちで今回移籍を決意しました。そうですね、まあ、本当に勝負するっていう強い気持ちできましたし、うん、っていう気持ちできました、まあ、天丼杯でタイトル取るという、まあ、本当にジャイアントキリングの連続をしてタイトル取ったあの時と今とどっちが緊張しますか。もう全然こっちですまあでもあの時のこともちょっと振り返ってもらいたいと思いますけど。そうですね、もうまあ広島さんに本当にボコボコにされながら、もう本当に守り抜いてっていう方、まあ
試合だったんですけど、はい、まあ嬉しかったです。やっぱこうタイトル取るとこう考えだったり意識だったりモチベーションとは変わりますか？まあそうですね、まあ山梨帰ったらそうですね、結構胸張って歩いてました。あでももうそうなりますよね。冗談です。あ冗談ですか。いやでもやっぱみんながねおめでとうって言ってくれるというところもあったと思いますが、はい、そうです、ね、それを今度は名古屋で実現してもらいたいと思います。頑張ります。チームでこう気になる選手とかもう仲いい選手とかコミュニケーション取った選手いますか？そうですね、野上選手と、はい、まあ、ここに来るまでの間でお話しさせてもらったり。あこの移動時間中がコミュニケーションの場だったと。そうですね、まだこれからみんな仲良くなっていきたいなっていうふうに思ってます。はい、まあ、あと中盤の選手ということで、はい、まあ、パートナー誰になるかというところもありますけど、中盤で意気込みをちょっと一言お願いします。そうですね、もう本当にすごい選手たちしかいないんで、まあ、そこに負けず食い込んでいけたらなっていうふうに思ってます。はい、じゃあちょっとファミリーに向けて、まあ、その決意表明もお願いします。一生懸命頑張るんでよろしくお願いします。はい、山田選手もございました。もうゆっくり汗拭いてください。はい、さあそして若干まだ21歳。そうですね。ダーレス選手ございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ名古屋というチームにやってきてくれました。まず感想を。ね、僕のちっちゃい、それ今通訳必要だったんですか？どういうことですかそれ。まあ、なるべく日本語で喋りたいという気持ちがあるので、かっこいい、まあ、必要であればあの僕通訳します。なるほど、じゃあお願いします。タンさん、ね、僕小さい時はもうその有名だったですよね。あの日本で J1 の大阪選手になりたいずっと思いましたから、それで今チャンス出してくれて、それでとても嬉しかったです。まあ、そんな中こう自分の強み、プレースタイル教えてください。ね、僕はサイドハーフです。ですから1対1とか、まあ、できることとかしたいと思います。守備とかめっちゃ日本語うまいっすよね。いやいやいや、まだまだです。この返し。なんでそんなにうまいんですか？僕は1年生高校に来ましたですよね。え？高校に行きました。あ、高校で。じゃあもう日本には何年いるんですか？5年目です。5年目。はい、でも5年いてもなかなかそこまで喋れないですけどね。はい、さあそしてあともう一つ、熊本の方でも披露してたというターレスダンスというものがあるというふうに伺ってますが、まあ、今年は点決めたらします。え、ちょっと横演習で今やっとかなくていいですか？すいません、無茶ぶりで申し訳ない。どうやってやったらいいですか？ね、ちょっとダサいと思いますけど。まあ、やるやる。まあ、こんな感じです。ちゃんとみんなやってくれますよね、これね。あ、みんなもやるんですか、これって。まあ、そうっすね、みんなとやりたいっすよね。はい、じゃあレクチャーしなくていいですか今。いや、大丈夫です。あ、大丈夫なのか。まあ、あとじゃあゴール決めてね、本番に取っときましょうか。はい、はい、じゃあちょっとファミリーに向けて一言お願いします。皆さん、今年も熱い応援もよろしくお願いし、よろしくお願いします。はい、というターレス選手でした。期待していきましょう。さあ、そして数日前に加入が発表されて、今このステージに立っているキャスパー優香選手です。よろしくお願いします。ありがとう。ようこそ名古屋へ。名古屋の印象を教えてください。I have a very good first impression. People have been very kind to me and I'm very happy to be here. そうですね、非常にいい印象を持っていて、もう会う人会う人が本当親切なんで、本当にいい街に、いいクラブに、ね、来れたなっていうのが第一印象です。日本好きですか？めっちゃ好き。食べ物何が好きですか？I think he knows when he asks this question, but
Yeah, I like a lot of Japanese food, but obviously ramen is my favorite. もちろんね、もう皆さんもご存知だと思いますけど、本当日本食好きなね、ものいっぱいあるんですけど、やっぱり特にね、ラーメンが大好きです。はい、存じ上げております。ちなみにもうなんか名古屋のラーメンとかで検索しましたか？Yes, of course, but I need some more information and I'm happy to receive help from everybody. そうですね、もう探しました。で、ただね、もっといいラーメンに出会うためには皆さんのね、サポートが必要だと思いますので、ぜひいい情報をお待ちしております。通訳の無駄遣いっていうような感じがしましたけどね。さあ、そんな中、若シャチ屋、どうでしたか？Very good. Not the last time I will visit that place. It was a good start to my Nagoya food life. そうですね。非常に美味しくいただくことができました。あの食事から名古屋の食生活というのを始めることができて非常に嬉しく思います。ぜひ日頃にカレーうどんをね取り込みながらラーメンの方もぜひとも楽しんでください。あ、そこまで訳さなくても大丈夫かもしれませんね、それに関しては。さあ、ちょっとプレーのこと聞いちゃいましょうかね。いやいや、なんかごめんなさい。はい、さあ、ということで改めて、冗談はさておき、プレー面の方に聞いていきたいと思いますけども、名古屋グランパスでやっぱり今シーズン求められているのは得点ということで、ユンカー選手の期待もかなり大きいと思います、その点は。Yeah, this is why I'm here, and I will do my best to score goals and win the games with the team. And yeah, I'm very motivated for sure. そうですね。それがゴール決めるっていうことが私の仕事だと思ってますし、そのためにねここに来たわけですし、それをしっかりするためにもう練習から試合含めてね 100% 全力尽くしたいと思います。さあ、それじゃあ皆さん期待しているファミリーのに向けて、ユンカー選手から一言残していただきたいと思います。No. I'm very happy to be here, and I look forward to see everybody in the stadium and meet everybody. It was very nice to see you today, also. And now it's time to perform on the pitch. そうですね。本当にね、このクラブに来れて嬉しく思いますし、こうやってね皆さんと直接会うことができてね、本当ハッピーです。次はね、ぜひスタジアムで、僕のプレーを見ていただければ、嬉しく思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、以上、4選手への期待をどうぞ込めた大きな拍手に毎週お送りください。ありがとうございました。期待しています。それではどうぞ退場してください。なお、2023シーズンのユニフォームはオーセンティックユニフォーム、フィールドプレイヤーの4選手が着ていたファースト、並びにセカンド、そしてゴールキーパーのファースト、セカンド、この4種類を本日19時より名古屋グランパスのウェブショップにてファンクラブ会員選考で予約販売を開始いたします。ファンクラブ会員選考予約期間に お申し込みをいただいた方には開幕戦までにユニフォームをお届けするようにいたします。新しいユニフォームを着て開幕戦を一緒に戦っていきましょう。詳細は公式サイトでどうぞご確認をお願いいたします。それでは続いて新たにグランパスファミリーとなります新人選手をご紹介したいと思います。新しいトレーニングウェアでの登場です。ディフェンダー背番号30行徳エイ。さあ、登場してくれました今回唯一の新人選手ということで行徳選手ございます。では自己紹介をお願いします。皆さんこんにちは、静岡学園より加入します行徳です。よろしくお願いします。さあ、 J リーグ経験している選手でも緊張している中に高校卒業で今一人ポツンとステージに立っております。今の心境は？話すのは得意ではないんですけど、今はまだ緊張してないんで大丈夫です。あ、リラックスして臨んでくれてると。さあ、そんな中、去年もうすでにねチームとして、
まあ、AS ローマ戦とかもやられたと思いますけど、あの時の思い出はどうですか？そうですね、まあ、ピッチに入るときにファミリーの皆さんの温かい拍手の中ピッチに入れて、本当にいい雰囲気の中楽しくプレーできました。まあ、静岡学園というね、まあ、いわゆる本当に日本の中でも強豪の高校のサッカー部にいらっしゃったということですけど、その中から J リーグのトップチームに入団と、どういう気持ちですか今？名古屋グランパスという、まあ、本当に J リーグの中でもビッグクラブで、そういった素晴らしいクラブに入れてとても嬉しく思っています。まあ、あとポジションとしてはディフェンスという中に、まあ、ライバルの先輩が多い中、どのような形で1年目やっていこうと思ってますか？1年目から積極的に自分の寄せ出しながら、いろんな本当にいい先輩がたくさんいるので、そういった先輩たちからいろんなものを盗みながら成長して、そこに食い込んでいけるように頑張りたいです。今日はもうもちろん、ね、指導日だということで、そのメンバーたち全員の中で自分もチームメイトとして入ったと思うんですけど、今日初日はどうでしたか？本当に先輩たちみんな優しくていい雰囲気で練習できて楽しくできてます。こう寮にもね入られてると、寮での生活の楽しみというか何かありますか？期待は。まだ近くのことだったり名古屋だったり、まあ、いろいろなこと分からないことがたくさんあって、これからいろいろなことを見つけてやっていきたいです。はい、なんかこうこれだけはみんなに覚えててほしい行徳といえばみたいな何かありますか？そうですね、自分の武器はヘディングでセットプレーからで得点っていうのは結構高校時代武器だったんで、そういったところ注目してほしいです。はい、さあそれじゃあこの、ね、ファミリーの皆さんに向けて、もう今シーズンの意気込みを最後メッセージとして残していただきたいと思います。一日でも早く試合に出場してチームの勝利に貢献できるよう全力で頑張ります。よろしくお願いします。はい、ということで行徳選手期待しております。はい、ではどうぞご来場ください。さあトレーニングウェアを着て登場していただきましたが、この後はユニフォーム姿で再登場していただきたいと思います。お楽しみに。さあ引き続き再び今度はグランパスでプレーをすること、戻ってくることを決めてくれました3名の選手ご紹介していきましょう。まずはゴールキーパー背番号23三井大輝。ミッドフィルダー背番号6米本達司。ミッドフィルダー背番号7泉龍司。まずはお帰りなさい。じゃあ自己紹介する必要ないですけど、改めてしてもらいたいと思います。水井選手。はい、沼津からレンタルバックして帰ってくることになりました。ゴールキーパー背番号23番水井大輝です。よろしくお願いします。ベルマーレから帰ってくることになりました、背番号6番の米本達司です。よろしくお願いします。鹿島アントラーズより4年ぶりに復帰します泉龍司です。もうちょっとにこやかでもいいじゃないですか3人ともね、そんないきなりね来た場所でもないじゃないですか。ということで、まあ、まずあのユニフォームとしてはフィールドプレーヤーのユニフォームに続いて今三井選手が着ているのがゴールキーパーユニフォームということでね、まずはまたこのグランパスのユニフォームを着て三井選手戻ってきた、それを通した今の気分はどうですか？いや本当に戻ってこられて嬉しいです。はい、嬉しいです。髪の毛伸びたね。そうですね、あの坊主の時よりはだいぶ伸びました。はい、ね、ということで、まあ、改めてね1年間
どうでしたか、こう他チームに行ったっていうのは。その初めての移籍だったので、その違う環境でいろいろと学ぶことを経験させていただくことが多かったので、うん、まあ、自分としてはその試合に絡むっていう点ではまだまだ足りなかったと思うんですけど、その充実した1年が送れたなと思います。あの他から見ていたグランパスっていう1年はどういうチームでしたか。やっぱり僕はその J3 で1年間プレーしていたので、やっぱり本当に J1 での最前線でやってるチームなので、とても強い集団だなっていうのを感じて見てました。なるほど、まあ、そこはちょっとね、他の2選手にも同じこと聞いていきたいと思います。真ん中の背番号6で戻ってきました。どうですか、4年。はい、あ、名古屋についてですか。はい、なんか気だるいな。いや、どういう気持ち今。本当はそのレンタル先で名古屋と対戦したかったんですけど、うん、まあレンタルだったんで出てなかったですけど、まあ本当にいいチームだと思いましたし、スタンドから見ることもあったので、まあ本当手強い相手だなっていう、まあ湘南は残留争いしたんで、勝ち点拾いたいなっていう相手でもなかなか難しい相手だなっていうのは感じてました。まあその中で、まあやっぱりね、湘南からの1年でまた名古屋に戻ってきての部分でいうと、なんかこう景色変わってます？まあ、景色というよりもまた新しい、チャレンジの年になるかなっていうのは思っているので、まあ、本当にこのチームでタイトルを取りたいっていう気持ちで戻ってきたので、それに貢献できるように精一杯頑張りたいなと思います。ぜひとも期待しております。さあ、4年ぶり？はい、4年ぶりです。おかえり、はい、ただいま。ね、結構ね、去年の早い段階で、まあ、名古屋に来るっていう情報が一番嬉しく届いたのが先だったんじゃないかなと思うんですけど、はい、どうだったですか、4年間。そうですね、まあ、僕は完全移籍だったので、うん、名古屋とも試合しましたし。結構決めてたよね。いや、そんなことないです。本当？はい、活躍してたなってイメージの。でもやっぱりこうトヨタスタジアムに戻って試合すると、改めてこうグランパスの良さだったり、こう雰囲気もそうですし、ファンサポーターの皆さんのこう、いや、素晴らしいファミリーだなっていうのは感じたんで、うん、またそこに戻ってくることができて嬉しく思います。僕らそのいない間にタイトル1個取りましたから。はい、そうですよね。本当に悔しいです。いや、ここからじゃないですか、逆にね、はい、取れるように頑張ります。でも出てった時にいくつだったんでしたっけ。26ですかね、ぐらい。6、多分6だと思います。で、4年経ってこうちょっとまた年代が変わって名古屋に戻ってくると、それこそね、2人は1年ぶりの復帰だと思うんですけど、やっぱちょっとね、違うんじゃないですか。そうですね、本当また新たな気持ちというか、当然4年間グランパスにいて、本当たくさん応援してもらってましたけど、こう3年離れてまた戻ってきたので、あのまたたくさんの人に応援してもらえるような選手になりたいなと思います。あとどう、背番号。そうですね、直樹さんだったり大志くんが、つけてて、まあ、グランパスでは大事な番号だと思ってるんで、まあ、自分でつけさせてほしいというふうに言って、まあ、つけさせてもらえるんで、まあ、その番号に恥じないように頑張りたいと思います。はい、じゃあ三井選手から改めてファミリーの皆さんに一言お願いします。またこれから今シーズンも熱い応援よろしくお願いします。そして自分としても少しでもチームに貢献できるように頑張っていきたいと思います。1年間よろしくお願いします。同じく山本選手、まあ、このチームに戻ってきたからには本当にタイトルを取りたいと思ってますし、そのためにも、自分ができることを何でもやって、タイトルを取れるように頑張りたいと思います。そして、トヨタスタジアムで本当にあの大声援の中でサッカーできることを本当に幸せに思っているので、その声を聞けるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。泉選手、今シーズンも
簡単なシーズンではないと思いますけど、どんな状況でもグランパスファミリーの皆さんと一緒に戦って、最後は笑って終われるように、帰ってきてくれてよかったと思えるようなプレーをしたいと思います。よろしくお願いします。ぜひとも今季の活躍を期待しています。3選手いまいち大きな拍手をありがとうございました。この後再び登場していただきます。それでは今シーズンの背番号をここで改めてご紹介するとともに、全選手に登場していただきましょう。まずはゴールキーパーから紹介していきます。背番号1、ミッチェル・ランゲラーク。背番号16、武田洋平。背番号22、東ジョン。背番号23、水井大輝。続いてディフェンダー、背番号2、野上優輝。背番号3、丸山雄一。背番号4、中谷慎之介。背番号13、藤井春也。背番号17、森下亮也。背番号24、川綱明成。背番号行徳エイ。ミッドフィルダー、背番号5、長澤和樹。背番号6、米本拓司。背番号7、泉龍司。背番号15、稲垣翔。背番号19、重弘拓也。背番号31、吉田春樹。背番号32、豊田光輝。背番号33、高田秀正。背番号34、内田拓也。背番号35、山田陸。背番号46、石田亮太郎。続いてフォワード、背番号9、酒井宣義。背番号10、マティス・カストロ。
18、永井健介。背番号21、カーレス。背番号77、キャスパー・ユンカー。背番号92、レオナルド。以上、2023シーズン全選手、そして背番号の発表となりました。今一度皆さん大きな拍手を送りください。また背番号19、新広拓也選手、背番号34、内田拓也選手は本日欠席とさせていただいております。どうぞご了承ください。さあ、改めまして2023シーズンの選手ラインナップ紹介させていただきました。それでは何名かの選手にちょっとね、新シーズンの意気込みを含めて伺っていきたいと思います。まずは昨年飛躍の年と何度も言われたことでしょう、背番号13、藤井選手。はい、こんにちは。ちょっとファミリーの皆さんに一言お願いします。まずは一言ですね、今日は来ていただいてありがとうございます。うんって言いましたね、さっきね。さあ、明けましておめでとうございます。それそれ、それが欲しかった。さて、昨年はね、飛躍の年というふうに言われてました。充実した昨年、改めて振り返ってください、一言。そうですね、今あのプロになってから初めて1年間通して試合に出ることができて、すごい、いい経験ができましたし、まあ、で今年はしっかりその経験を、生かしてタイトル取れるように頑張りたいと思います。はい、ぜひとも。さあ、そしてお隣の方に伺いましょう、森下選手。はい、じゃあまずは明けおめメッセージ一言お願いします。皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、さあ、そんな森下選手、見える？あ、見えます。見える。はい、まあ、昨年も結構ね、充実した1年だったんじゃないですか。はい、本当にたくさんの試合に出させてもらって、グランパス初ゴールも決めることができたので、とても嬉しかったです。まあ、ワールドカップもあったというオフだったと思いますけど、あ、聞いてます？あ、はい、聞いてます。何ですか？はい、どうだったですか、オフというところでの期間は。新婚というか、結婚して初めてのオフだったので、奥さんと充実したオフを過ごすことができました。これ隣の方への自慢ですね、これね。はい、藤井よりもちょっと大人の階段登ったんで、はい、先輩ですけど。でもね、これで、まあ、一人の、ね、こう夫としても活躍より期待されると思いますが、今シーズンの意気込みをお願いします。はい、なんで汗かいてるの、自分で言っといて。注目されると汗かいて。注目しますよ、みんなが。はい、いや、去年本当に初めてゴール決めることができてものすごく嬉しかったので、あのゴールのなんだろう、エモーショナルな気持ちをまた味わえるようにたくさん点を決めたいと思います。いいですね、攻撃的なサイドバックとして活躍していただきたいと思います。さあ、続いていきましょう。前面のですね、前列のレオナルド選手、ちょっと明けおめを一言お願いいいですか。Feliz ano novo a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando o início da temporada. Quero agradecer a todos que estão presentes aqui.明けましておめでとうございます。また皆さんと会えることができてすごくとても嬉しく思います。今年もよろしくお願いします。そうやって言ってたんですね。すごい真剣な表情だったから、もっと違うこと言ってたと思いましたけど。いい笑顔で、あとね、ナウドに聞きたいんですけど、昨シーズン番号何番でしたっけ。お、アノパサード多分こう29、29番でした。今回数字逆になってます。いいです、いいです。
teve um torcedor que falou que um jogador novo gostaria muito do 29. E eu escolhi esse número porque é o ano que eu nasci. まあそうですね、まあ、選手としては、まあ、生まれた年が92年だったので、まあ、そのためにあの92番を選びました。そこですか。なるほど。じゃあこう番号新たにの今シーズンのちょっと意気込みを一言お願いします。お meu objetivo é jogar mais jogos. A última sessão eu não fiquei muito feliz individualmente porque eu esperava muito mais desde quando eu cheguei. Então tenho a oportunidade de fazer tudo de novo e vou me esforçar ao máximo para ajudar meus companheiros dentro de campo. まあそうですね、あの多くの試合を出る、ために全力を尽くしながら、日々の練習で、成長していきたいなというふうに思っていますので、まあ、本当に、ね、去年は個人的にあの、まあ、嬉しいシーズンではなかったというふうにあの思っているので、まあ、今年はしっかりと、成績を残してやっていきたいなというふうに思っています。はい、期待しております。ありがとうございます。さあ番号が変わったというので言うと、はい、18番の方にマイクお願いします。ノーじゃない。そんなど真ん中でマイクを拒否しない。ノーじゃない。かたくなに拒否しない。はい、一言お願いします。起きてるわ。え、俺悪い今の。え、もらうもらうもらう。あ、大丈夫ですか。あ、じゃあ一言残していただいていいですか。一言。明けましておめでとうございます。上から2番目になりました。お、上から2番目。はい、頑張ります。え、まだまだ締めないでください。せっかくなんで。でも今シーズンでも頭からいるっていうのはね、本人的にも嬉しいんじゃないですか。そうですね。若いやつら動かして、うん、ちょっとでも楽したいと思います。さすが上から2人目。はい。あと18番。そうですね。初心に戻って。いいね。はい。若いやつらに負けないように頑張ります。ぜひとも頑張ってください。さあ、そして昨年は多くのゴラストを決めてくれたこの人に最後はマイクを渡したいと思います。マテウス選手です。よろしくお願いします。じゃあまずはみんなに一言。皆さん、明けましておめでとうございます。いいね。もうね、昨年も活躍してくれてましたけど、背番号10番で、ね、2年目の背番号10、どうですか。É muito feliz de, né, ter sido escolhido para a Pro usar esse número desde o ano passado. É, esse ano eu vou tentar fazer uma melhor performance para tentar conquistar título. まあそうですね、去年から10番を選ばれたというのがすごく、まあ、自分にとってすごく嬉しいですし、本当に今年もしっかりと成績を残してやっていきたいなというふうに思っています。個人の目標はありますか。principal objetivo é ser campeão da J-League, que eu quero muito conquistar aqui com o Nagoya.Fazer muitos gols e tentar ajudar com assistência. Mas o principal é que eu quero ganhar o título da J-League com o Nagoya. まあ、名古屋グランパスの選手として、しっかり J リーグを優勝していきたいなというふうに思っています。まあ、それプラスしっかりゴールをたくさん決めて、あと仲間にいっぱいアシストを出したいというふうに思っています。いや、もう全てにおいて期待しております。ぜひとも活躍頑張ってください。マティス、カスタム選手でした。さあ、それでは最後のワンピースにハマってもらいましょうか。ここからですね、昨シーズンから指揮を取り、今シーズンも名古屋グランパスの指揮官としてチームを率います長谷川健太監督の登場です。どうぞ。健太監督、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ一言ファミリーの皆さんにお願いします。明けましておめでとうございます。今シーズンこそは優勝目指して頑張ります。よろしくお願いします。さあ、2年目、今日午前中始動ということでしたけども、まず手応えというか何かお持ちとしてはどうですか。みんな明るくトレーニングしてくれたので、2年目ということで、選手、新しい選手のまだ性格、特徴というのをまだつかみきれてませんが、既存の選手みんながプレーの特徴であったりとか制服、また名古屋という町、1年住んで、だいぶ慣れてきましたので、
感じは非常に良かったです。はい、まあ、そして今日前半にはですね、山口 GM の方から、まあ、チームに対しての話がいろいろあったんですけども、まあ、もう2年目ということで昨年の課題だったりとかそういった部分を含めて、まあ、このチーム個性的なチームだったと思います。まずそのこの指導チームのメイトに向けてはどういった印象でしょう。はい、非常にこう、それぞれの個を持った選手が今シーズン集まったというふうに思いますので、その個の特徴を生かしながら昨シーズンやってきた、まあ、アグレッシブな攻守でおいてアグレッシブなサッカーをまた継続しながら積み上げていくということを今シーズンやっていきたいなというふうに思っています。まずは大事になってくるのはやっぱキャンプですか。はい、コロナにまたインフルエンザが出ないように何度か無事にキャンプが1次キャンプ2次キャンプ終われるように、これは祈るしかないのかなというふうに思ってます。はい、さあそんな中今日指導した中にまだ発表されていないことが一つございまして、まあ、今シーズンのキャプテンと副キャプテン、こちらの発表がまだでございます。監督。はい、キャプテンは稲垣に、副キャプテンは中谷に今シーズンもお願いしたいというふうに思ってます。頼もしい。ではまず副キャプテンからいきますかね。はい、じゃあ一言まず副キャプテン中谷選手お願いします。去年に引き続き副キャプテンをやらせてもらいます中谷です。稲垣キャプテンをしっかり支えられるように頑張ります。よろしくお願いします。さあまた個性的な面々が揃った中に2年目のキャプテンということでね、やっぱり1年間通して経験してきたことがまたこう2年目で生きると思いますが、それも含めて稲垣選手どうですか。はい、今年もキャプテンをやらせていただくことになりました。まあ、まずは自分が先頭に立ってで、ここにいる選手、監督、そしてファミリーの皆さんの力も借りながら頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。またまた監督に戻りまして、監督、キャプテン、副キャプテンと変わらぬ面々の2年目、やっぱり2年目というところがこう気持ちも力も入りますか。はい、まあ、昨シーズンは本当にこう手探り状態でスタートして、途中でシステムを変えたりとかしながら本当にこうなんていうんですかね、地に足をつけて戦うには少し時間がかかってしまったなというふうに思ってますので、まあ、今シーズンはキャンプ、いいキャンプをしっかりしてもうスタートからしっかりと戦える、そんなチームにしていきたい、仕上げていきたいなというふうに思ってます。はい、ではファミリーの皆さんに向けて最後決意表明お願いします。はい、今シーズン、まあ、昨シーズン50点取ると言いながら、30得点で終わってしまったので、もう今シーズンはぜひその50点という目標を達成して、まあ、それが優勝へのまず大きなポイントになるというふうに思いますので、たくさんゴールを入るような、ね、試合を皆さんの前でしていきたいというふうに思っています。今シーズンもよろしくお願いします。大いに期待しております。長谷川健太監督でした。ではど真ん中のポジションについていただければと思います。さあそれではですね、これからフォトセッションに移っていきたいと思います。まずですね、正面を向いている状態でですね、皆さんのお時間とさせていただきます。ちょっとしたお時間しかございませんので、正面を選手監督が向いていただいて、できれば手は後ろに、選手たちは、はい、監督は大丈夫です。はい、では参りたいと思います。ファミリーの皆さんのフォトセッションタイムです。どうぞ。ぜひこのね、いい面持ち、そして面構えの選手監督を SNS で発信していただければと思います。はい、5、4、3、2、1、ありがとうございます。では続いてオフィシャル、そしてメディアの皆さんにですね、まずはスチールの方から撮っていただきたいと思います。じゃあまずは今のそのままのポージングで一発目参りましょうか。それでは参ります。なんてなんて、坂井選手、あ、ちょっとずれてた。 OK です。はい、じゃあ改めまして参りましょう。お願いします。正面のね、スチールのカメラの方を皆さん、選手たち、監督は見ていただければと思います。笑顔をお願いしますということです。皆さんも撮っても大丈夫ですからね、全然ね。はい、じゃあ次でポーズ変えますね。
ガッツポーズいきたいと思います。監督から僕側の方に優勝は右手、監督から僕よりも反対側の皆さんは左手で、で監督は腕組みで参りましょうか。言ってる意味わかる？あ、そう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 、ナード逆、ナード逆、 OK ですか？はい、はい、OK です。じゃあ続いて背中を向いて振り返るをやりたいんですけど、監督から僕の方の皆さんは背中向けて外側から、はい、左側から、そして向こう側の皆さん右側から、そう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 、それでなるべく背番号も顔も見えるような形ぐらいまで首を旋回してもらえると。これ大丈夫ですか？指示ください。大丈夫？OK、OK、はい、じゃあそのままで皆さん、まずはお願いします。参りましょう。あー、永井選手逆、そうそう、逆、で、てか逆、ターレス逆。あ、今いい、今いい感じ、今みんないい感じです。OK ですか？ OK ですか？どうですか？ 5、4、3、2、1、はい、終了です。ありがとうございます。そのまま行ってください。そのまま今度はスチールの皆さんから ENG の皆さんにバトンタッチしますので、一旦休憩してください。一旦そのまま後ろ向きで休憩してください。はい、ではスチールの皆さんから ENG の皆さん、はい、映像各社の皆さんですねに変わっていきたいと思います。この間今ちょっと監督選手休憩しててください。どうですか、 ENG の皆さんもスタンバイできてます？大丈夫そうですか？ OK? OK ですか？はい、じゃあすいません、選手たちもう一回スイッチ入れ直していただきます。背面で振り向きでお願いします。さっきと同じ方向から振り向いてください。どうぞ。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さん正面を向いていただいて、今度ENG 用でまず背中に手をやるポーズ、はい、普通に背中に手をやるやつですね。はい、ユンカー選手できれば、はい、ありがとうございます。じゃあ行きます。3、2、1、はい、終了です。じゃあ最後ガッツポーズで終わりましょう。さっきのガッツポーズですね。はい、 OK、 10秒いきます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了です。ありがとうございます。ということでスチール ENG の皆さんもご協力ありがとうございました。では、このままですね、締めの挨拶に移る前に、小西社長、清水専務、そして山口 GM にもステージにお上がりいただきたいと思います。よろしくお願いします。あ、さすが小西さんはね、小西さんでございますからね、52で皆さんからも拍手が起こっております。さあ、それではですね、ここで改めまして、最後に長谷川健太監督からグランパスファミリーの皆さんに一言頂戴したいと思います。急に振られました。あ、そうですか、すみません。はい、皆さん、今日は、1時間半という時間、本当にありがとうございました。わざわざ、足を運んでいただき、まあ、こんな面々で、今シーズン戦ってきます。先ほど言ったように、もうタイトルを取るしかないというふうに思ってます。そのためにチーム一丸となって、今シーズンも戦っていきたいというふうに思ってます。トヨタスタジアムで、皆さんのちゃんと聞きながら、本当に熱い熱い試合を今シーズンたくさんしていきたいというふうに思っています。今シーズンもどうぞよろしくお願いします。改めまして、名古屋グランパスチームの皆さんに大きな大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ぜひとも今シーズン共に戦ってまいりましょう。
ということで、以上をもちまして名古屋グランパス2023シーズン新体制発表会を閉会とさせていただきます。改めて監督、選手に大きな拍手をお送りください。それではどうぞご退場ください。すぐに沖縄キャンプですからね、本当にこの全選手の活躍期待してまいりましょう。さあ、この時間をもちましてアプリの配信は終了とさせていただきたいと思います。アプリをご覧の皆さん、最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。今度会う時はトヨタスタジアムでお待ちしております。さあ、そしてご来場の皆様、改めて今シーズンも本日より始動ということになりましたが、チームはこの後10日火曜日からの沖縄キャンプを経て2月18日土曜日、もしくは19日日曜日に横浜 FC とのアウェーゲームで開幕戦を、そして2月の25日土曜日、26日日曜日、どちらかですね、これで京都さんが FC を迎えてのホーム開幕戦ということになりますので、ぜひとも皆さんトヨタスタジアムに足を運んでいただき、引き続き今シーズンも熱い赤い応援どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは皆さんですね、お忘れ物のないようにお気をつけてお帰りいただきたいと思います。身の回りのご確認を再度していただきながら、ご退場の際は押し合ったりすることなく、先のお客様との距離を保ちながら順番にご退出くださいますようご協力どうぞよろしくお願いします。それでは今シーズンも皆さん頂き目指して紡いでいきましょう。熱い応援、赤い応援どうぞよろしくお願いします。トヨタスタジアムでお待ちしています。ありがとうございました。